私は更信書の証拠を突きつけて夫を問いただした。すると夫は、ああ、不倫してるよ。俺はあの子に夢中だからな。と開き直った。俺はあの子と一緒になる。お前は出て行けよ。本当にいいの？どうなっても知らないよ。私の名前は舞、37歳の会社員。夫である雅人と5歳になる娘のかなと3人で暮らしている。家族仲はいい方で、足りない部分をお互いに補いながら、とりあえずは幸せに過ごしている。夫は料理が得意で、晩ご飯はいつも夫が中心となって作ってくれる。私の方が残業が多く、帰るのが遅いので、夫が家事ができるのはありがたい。そんな中、夫がまさかの前十字靭帯損傷。その原因は休みの日に友人たちと遊びに行った時に、久しぶりにバスケをしていて、無理にシュートを打とうとしてやってしまったらしい。夫は私よりも5歳若いが、もう32歳。いくら昔バスケ部だったからといって、社会人になってからほとんど運動をしていなかったのになぜ何も考えずに無茶をしてしまうのだろうか。仕事もしていて子供もいるのに自覚がなさすぎる。付き合っていた頃は、そういう若さを私にはないフレッシュさのように感じていたが、今ではマイナス要素となっていることが多い。実際、今回の怪我によって夫は入院となってしまった。仕事だって休まなければいけないし、家事や子育ても私一人にのしかかってしまう。しかも休日の遊びのバスケで大怪我って。しかもバスケットコートでバスケだけをしに行ったのではなく、ラウンドワンといういろんなゲームやスポーツを楽しめる施設での怪我だ。会社から飽きられるぞ。下手したらクビになる可能性だってある。本当に夫はバカすぎるしダサすぎる。今回のことは、さすがに私は夫に腹が立った。というより幻滅した。何度も言うが社会人として本当にありえない。医師の診断によると夫は2週間ほど入院が必要とのこと。私は夫のために着替えやら充電器やら必要最低限のものを持っていった。おう、舞ありがとう。私はこの夫の反応だけでもムカついた。なんでそんなヘラヘラしてんの？普通もっと落ち込むでしょ。え？だって仕方ないじゃん。怪我はしたくてしたわけじゃないし。それに有給使うからとりあえずは大丈夫だよ。何が大丈夫よ。そもそも怪我をしなければ有給はもっと有効に使えたでしょ。娘の幼稚園の行事とか、休み合わせて家族で旅行に行ったりとか、そういうことのために有給は使うものなのに。それにあなたが仕事に来れないことで、その分負担が増える同僚や上司が出てくるのよ。娘のことだって今回は私のお母さんが家に来て面倒を見てくれるって言うから助かったけど、そうじゃなかったら私も一切残業ができなくなり、職場の人に面倒をかけることになってたんだから。いろんな人に迷惑をかけてしまっていることをちゃんと自覚しなさい。私はやっぱり相当に腹が立っていたようだ。ここまでスラスラと文句が途切れることなく出てきたのだから。夫は顔を引きつらせながら、ごめん、と落ち込んでいた。まあ、私もちょっと言い過ぎたわ、ごめん。とりあえずできる限り早く直してね。そう言って私は病室を出た。夫がいようがいまいが、私の職場の仕事は忙しい。そのため母に頼んで少し長く娘の面倒を見てもらおうと思ったのだが、夫が入院していると知った上司や同僚が気遣ってくれて、残業はしなくていいと言ってくれた。そのおかげで私は定時で上がらせてもらうことができ、早めに家に帰って晩ご飯を作る時間とそれを娘と一緒に食べる時間を確保することができた。母の負担も少し減らすことができたので、職場の人の優しさに本当に感謝している。夫が入院して1週間ほどが経った頃、私は仕事帰りに娘と母と待ち合わせて一緒に夫の見舞いに行った。そして夫の病室に着いた時、
何やら楽しそうに笑う夫の声と女性の声が聞こえてきた。やだ、もう。マサトさんったら。一体誰だろう。夫の職場の同期や後輩とかかな。私たちが病室に入ると、そこにいたのは看護師さんだった。20代前半くらい若く見え、スラッとしてかなりの美人だ。あ、奥さんと可愛い娘さんが来ましたね。それじゃあ、私は失礼しますね。看護師さんは私たちに軽く頭を下げて挨拶し、病室を出て行った。私がいろいろと忙しくしている時に、お前はのんきに美人ナースと談笑かよ。夫は私の冷たい視線に気づいたのか、明らかに動揺している。よ、よ、みんなよく来てくれたな。ありがとう。だが娘がパパと、とても嬉しそうにしながら抱きつく。夫も、ああ、カナが来てくれたからもう治りそうだよ。と二人とも楽しそうなので、私は夫を叱るのはお預けにすることにした。夫の面会を終えた後、母が私にぼそっと、あの若い看護師の人、マサトさんって下の名前で呼んでたわよね、と言ってきた。あ、確かに。そういえば言われてみればそうだ。ずいぶんと親しげだ。まさかあの夫が若い美人ナースに手を出すなんて、そんなことは。っていうか相手にされない気がするんだが。だが完全にないとは言えないのも確かだった。看護師は出会いが少ないっていうし、すごい肉食なのかもしれない。そして夫が怪我をしてから2週間が経ち、ついに退院した。退院日に病室に行くと、夫はまたあの美人看護師と楽しそうに話している。しかも帰りの車の中では、つまらなさそうな顔をしているのだ。普通、退院できたら喜ぶと思うんだが、これはもしかしたらもしかするかもと思い、私は更新書に頼んで調べてもらうことにした。すると夫と美人ナースの不倫の証拠がすぐに出てきた。夫は退院後にリハビリがあるからと言って仕事後に病院に行っていたのだが、実はそうではなかったらしい。もう足は治っていたらしく、リハビリと嘘をついて美人ナースの家に行っていたそうだ。私は信じられなかった。まさかあの夫が美人ナースとそんな関係になったなんて。美人ナースは物好きなのか。私は更新書の証拠を突きつけて夫を問いただした。すると夫は、ああ、不倫してるよ。俺はあの子に夢中だからな。と開き直った。俺はあの子と一緒になる。お前は出て行けよ。本当にいいの？どうなっても知らないよ。何が起きたって構わない。俺とあの子は愛し合ってるんだからな。あ、そう。好きにしたら。バカバカしい。私は荷物をまとめ、娘を連れて実家に帰った。母に事の経緯を説明すると、やっぱり怪しいと思ったのよ。と憤慨していた。さすがお母さん、鋭いわ。その後、私は弁護士を通して夫と離婚した。そして慰謝料を請求し、財産分与についても自分の権利分をすべて要求。財産分与の件では少し揉めたが、なんとかちゃんと希望が通り、それ相応のお金をもらうことができた。これで夫と完全に縁を切って、娘との新しい生活が始まると思っていた。しかし、新生活がスタートした時に、何やら知らない番号から何度も電話が。最初は無視をしていたが、あまりにしつこいので、とりあえず電話に出ることに。もしもし。あ、やっと出た。ちょっとあんたどういうこと？どちら様でしょうか？私はリサよ。マサトさんの再婚相手の。ああ、不倫相手の。だから再婚相手。一体何の用ですか？あんた、
夫への慰謝料や財産分与、ありえない額を要求したでしょう。え、いや、弁護士さんに割り出してもらった適正な額ですが。じゃあなんであの家を売らないと支払えないことになってんのよ。それは夫の給料が低いからですね。はあ、外資系なのに低いわけないでしょう。え、何言ってるんですか。外資系に働いているのは私ですけど。はあ、どういうこと。ああ、きっと夫は見栄を張って嘘をついたんでしょうね。私がたまに愚痴ったりするから、外資系の仕事の内容や悩みについてもあなたとの会話の中に組み込めたんでしょうね。夫は中小企業の平社員で、会社自体もそんなに大きくないから給料はかなり低いですよ。私の半分くらいかな。そんな詐欺じゃない。あいつが外資系に勤めてて自分名義の持ち家だって言うから近づいたのに。家は共有名義だし、ちなみに私が頭金を支払ったから私の方が少し多く支払ってます。共有名義だから離婚後も夫があの家に住む場合、家の評価額の半分のお金を私に支払ってもらうことになるのよ。そんなイケメンでもないのに金なしのアラサーおじさんなんて何の魅力もないじゃない。まあ、不倫するほどの魅力はないわね。いいパパではあったんだけどね。子供に優しいとか私には関係ないし、騙されたわ。騙されたところ悪いんですが、あなたも慰謝料はちゃんと支払ってくださいね。じゃないと出るとこ出ますから。その後、元夫から抗議の電話が来た。どうやら不倫相手から捨てられたらしい。再婚する直前で逃げられたんだとか。だが元はといえば、美人ナースを口説こうとして嘘をついて見栄を張った元夫が悪い。私は文句があるなら出世して私より稼いでから言いなさいよ、この詐欺師と言って電話を切ってやった。それから元夫とは娘が面会を希望した時にだけ会うのだが、元夫は毎回のように泣き言を言っている。やはり遊びでの大怪我で職場の人に相当迷惑をかけたそうで、上司から嫌われて出世は二度と見込めないそうだ。本当にざまあみろって感じだ。一方、私は実家に戻り、両親に子育てをサポートしてもらいながらバリバリ働き、たくさん稼いでいる。そのおかげで娘に習い事をさせたり、家族みんなで週末に旅行に行ったりすることもできている。離婚したことは娘に少なからず悪影響になるかもと心配だったが、娘は相変わらず優しい笑顔で私に笑いかけてくれる。これからもこの笑顔を守るためにバリバリ働いていこうと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では、次のお話でお会いしましょう。